はい、どうも、まちゃまちゃのちゃんがんでございます。さあ、今日はですね、ちょっと山口県から帰ってきまして、その途中で、スクラッチの方、売ってましたので、宮島のサービスエリアで、スクラッチの方買ってきました。いや、これ買わなあかんなと。この、スクラッチはワンピースはなかったんで、ちょっとこの、こちらの方のスクラッチ買ったんですけど、ここか、山口県で、これはもうとんでもないアイテムを手に入れた。このアイテムが、あるからもうスクラッチずっと当たるんちゃうかなと、そのアイテム、これ多分じいちゃんの片身ですね。こちらです。まさかじいちゃんこんなん持ってるとは僕も思ってなかったんですけど、当たりますね。もうこれゴールド、なんか1万円のなんていうんですかね。はい、ちょっと僕も分からないですけど、もうこれがすごい大事そうにこの袋に入れられてる。いや、これ手にした瞬間もう僕これスクラッチ当たったなと思ったんで、もうこれ当てに行きます。見といてください。どうぞ。さあ、早速じゃあ開けていきたいと思います。このね、これも初めて買うやつですね。1ライン、縦横斜め、まあこういう風に縦横斜めどれか揃ったら、この何、提灯のやつが揃ったらいいんかな。もうこれはもう当たるでしょ。なんて言ったってこれがありますからね。これがじいちゃんの片身ですよ、もうこんなもん。これがあるからもう、当てに行きたいと思います。じゃあ早速、行きますね。はい、もういきなりもう縦からグッとグッと。はいはいはい。こういう風な感じで削っていきますね。はいはいはい。そばリーチ。そばリーチですよね。いきなり、もう幸先ですね。もうこれ、2等じゃないですか。行きますよ、そばリーチ。はい、おにぎりでした。さあ。こんなんでへこたれませんよと。さあ、行きますよ。またこっちから行きます。はい。あ、おにぎり位置じゃなかったんですね。あ、斜めもあるのかな。もうない感じか。あ、じゃもうないですね。はい。2枚ダメ。さあ、こっちから行きますか。こっちね。はいはいはい。こう削って、こう削って。はい、そばリーチ来ましたね。お蕎麦、多分蕎麦ですよね、これ。そうですね。いきますよ、お蕎麦。いっていいですか、すいません。はい。はい、おにぎりと。さあ、4枚目。下からいきますか。はい。おにぎり。そばリーチが上がるね。はい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 。はいはいはい。はい。もう、当たらずですけど、関係なしに。あっと言いましょう。さっと言って、はい。そんなもんあってへんか。おにぎりいち。おにぎりいちですね。おにぎりでは200円。急須。おにぎりかな？あ、おにぎりさん、ありがとうございます。5等、200円。ありがとうございます。ね、削ってもしゃあない。もう思いっきり豪快にいかへんだ。さあ。はいはいはい。おにぎりいちですよ。おにぎりですかね。おにぎりでした。ありがとうございます。お、いいですね。レンチャンで音が2枚出てます。さあ、残りますか。いきます、こっちも。はい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 。ちょうちん出てくるよ、ちょうちん。あ、これもうない感じ？これはなかった。あ、ない感じか。ない感じですね。さあ、残り3枚。もう行きますよ。ちょっと言って。4等の可能性。4等の可能性。行きますよ。はい。おー、にぎりー。さあ、残り2枚。ね、真ん中から。おいー。はい。こっちー。はい、おにぎりいち。あー、おにぎりもこずー。さあ、ラスト。さあ、ラストっすよ。もう、これあれからね。いくよ。さあ、もうこっちから行こうか。あー。
急須。さあ、最後。あ、じゃあ、そばのリーチもあるか。いや、縦もあるぞ。ダブルリーチ。これ来たね。どっちやろ。いきます。あー、握りなんでここで取れんかったよ。悔しいな。いや、けど、また、絶対、この効果は絶対あると思うんで、また買いたいと思います。ありがとうございました。